おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ644です。はい、今回ご紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思うんですけど、フィグマですね。フィグマの方をちょっとご紹介したいと思います。で、今回ご紹介するのはですね、過去のね動画のコメント欄の方に、これをっていうかね、このシリーズを紹介してくださいというふうにありましたので、そのうちの、まあ、2体ですね、今回と次回でご紹介したいと思います。で、タイミング的に、今撮影しているのが、7月なんですけど、はい。そのタイミングでね、この、今回と次回ご紹介するやつが出てくるゲームが出ましたというタイミングなので、まあ、ある意味いいタイミングだったのかなということでご紹介したいと思います。はい。それがこちら。じゃーん。はい。こちらですね、フィグマのナンバー208、キサラギチハヤです。こちらね、出たのがかなり前ですね。いつだろう、もう多分2、3年前とかね、それぐらいのレベルなんのかなと思います。そんな前じゃないかな、もしかして。でもね、1年か2年はね、1年ぐらい前だとは思うんですけどね。一応こちらです。で、一応パッケージがね、がこれで、側面で裏、さらに反対側でトップとリアとなってます。で、こちらこのサイズね、これ今までご紹介してきたやつと標準サイズで一緒です。でもすごく重いです。重量がね、半端ないです。これ普通のフィグマ2個分ぐらいあるんじゃねえのって思うぐらい重たいです。というのも、裏をねこの辺見るとこう書いてますね。ここですね、ステージ再現用の D ステージベースユニットが付属っていう風に書いてます。で、ここ見るとこういう風になんか、あのドット柄み、ドットじゃないわな、こういうような柄のやつが書いてあると思うんですけど、これがね1個ついてくるんですよ、こちらの方に。はい。で、今現在その D ステージっていうのは、店頭の在庫とかね、中古とかオークションしかちょっとね入手方法ないんですけど、こちらをね手に入れることができれば、まあちょっとね柄がねちょっと入っちゃってますけど、こんなね入ってますけど、そのね D ステージというのをちょっとね試しに触ってみることができるという感じになっております。はい。ということで、こちらね上からね開けていきたいと思います。ではレッツオープン。はい、ひとまず箱から出したのがこの状態です。シハヤ本体交換用の表情パーツ、あとマイクと、なんかこの辺がその先ほど言ったね、そのステージ再現用のパーツになるのかなと思います。で、ここにいつものベースと、いつものアーム、あと収納袋と説明書が入ってます。で、まずフィグマといったら、まずちょっとご紹介しなきゃいけないのは、まあこちらですよね。これ中の紙ですね、中台紙こういう風にあって、今こう光の反射でこう点線が見えると思いますけど、こちらを切り離して、使用することで、別売り、まあ今回のこれだと付属のものになりますけど、 D ステージの方に取り付けることができるカバースキンとなっております。はい。で、これ切り離す際に、あの手でちぎってもいいんですけどね、ハサミとかね、カッターかなんかで綺麗に切った方が、見栄えもいいしね、途中でね、こう手でちぎってるとこの辺がビッて破れる可能性があるんで、それ防止にもなります。はい。で、その D ステージっていうのどこに入ってるのっていうと、こちらのね裏をこうやってたれーとこ見るとこが入ってまして、ここに入ってるんですよね。これがね、これが重たいんです。こう持った感じ、同じぐらいですね。一応こちらが、この特殊カラーっていうかね、この、ちはや用についてきてるカラーのやつになるのかな。一応こんなやつが入ってますね。で、裏に入ってるこの板。これは、同じ D ステージを、もう一個横にね、連結するときに使うパーツです。なので、付属品としては本当にベースユニットというか、板1枚しかないんですね。板と連結だけ。あとサイドが多分もうついてるんだと思うんですけど、一応そういうセットですね。本来は、短めのね、アームが1本ついてたりとか、セリフを浮かせたりとかするような、そういうやつがね、あと、この D ステージをこう置いて、さらに別の D ステージをここにね、こう壁みたいな感じにするために接続する連結ユニットみたいなのもあったんですけど、今回のやつは本当のベースのみみたいですね。はい。一応こんな感じで付属しております。ということで、パーツ一式これから全部ね並べたいと思います。はい。パーツ一式並べたのがこの状態です。こちらが D ステージで、ここにいつものベースとアーム、そしてここに連結用のジョイントですね。これとこれとこれを組み合わせて、さらにもう一枚あると接続できるための、はい、接続用のジョイント。で、ここに
ょっとね透明なやつなんで見えづらいですけど、これは、ピンですね、接続ピンってやつで、こちらが、照明器具ですね。こちらが照明器具。一応こちらの方を見ていただくとこういう感じに、ね、なってて、首振りもできるし、ここのねやつもあるんですけど、なんていうの、もうちょいね、あの自由にね、これぐらいにしたいんだけど手離すとこうなっちゃうみたいなね、ちょっとねパーツの合いが悪いんでね、まあこんな感じになってますけど、これを D ステージですね、 D ステージこちらのやつと、接続するときにこのままだとねポンって乗っけちゃうとプラ同士なんでこう滑っちゃうんですね。それを防止するために裏に穴が開いてます、こちらですね。この穴に先ほどこの透明なって言ったこのピン、これを差し込んでここにつけてあげるとしっかり固定できるというためのピンですね。はい。でこちらが、フットモニターってやつなのかな、これがフットモニター、この裏ですね。こちらも同じく穴開いててこの状態でまあ乗っけるよと。だからどっちが前なんだろうな、これちょっとあと箱ですね、箱を見ながらちょっと配置考えたいと思います。というのがついているのと、ここへの表情パーツ、あとマイクで、ここへの手首パーツ、まあちはや本体で、ここに置いてあるこれ何かっていうとこれですね。まあ書いてある通りジュエルシールっていうシールですね。多分普通に何回か貼り直しても使えると思うんですけど、これを、普通のね表情パーツとか、ここへの表情パーツ、そちらの方に貼り付けることによって、汗ですね、汗とか、まあ、目元につけたら涙とかね、そういうように使用できる、シールが付属しております。はい、一応こんな感じですね、付属品としては。ということで、パーツ一式をね、いつもの通り手前の方にザッと避けちゃいまして、まずよいしょ、ちはや本体、こちらからいきたいと思います。まずこの状態でぐるり回しますね、ぐるり、こんな感じです。で、今まで、まあ、ラブライブとかね、あと、それこそアイドルマスターシンデレラガールズのやつって、まあ、アイドルですよね。アイドルをモチーフにしてるフィグマが出てますけど、こうやってね、その時のそのステージ衣装みたいなやつで立体化されたのって、なかなか珍しいと思うんですよね。ほとんど初に近いんじゃないかなと思うようなぐらいの、登場の仕方ですね。ただ、今のところ、このちはやと次回ご紹介するやつの2人で止まってますね。今後本当に展開していくのかちょっと怪しいですね。はい。だって前出たあの次回ご紹介するやつですら結構前ですからね。特に説明書とかにね、いつとか書いてないですね。ただちょっと古い、まあ古いよね。今最大で200、もうそろそろ300いこうかって言ってる状態ですからね、うん、ちょっと前ですね。はい。ということでこれからちょっと稼働範囲いきたいと思います。まず頭部ですね、まあ、頭部の稼働っていうかその辺は基本的に一緒、まあちょっと硬いですけどこんな感じで動かすことができて、こちらが上ですね、これ上です。で下で、上っていうのはやっぱりどうしても髪の毛がここのところで分割入って稼働軸が入ってるとかはいうわけじゃないんで、どうしてもこれが限界ですね。まあ、この辺は最新のねラブライブシリーズのやつとかでも同じような感じになってるんで、まああとキャラクター、そういうのキャラクターの特徴によってはここの部分が分割入ってたり、ちょっとねそういうような仕様が違ったりしますけど、この辺はね変わらないですね、こんな感じです。で次腕なんですけど、まず上がこんな感じ、横で肘がここまで曲がると、そして手首が、まあちょっとね、チラチラ見ていただいたら分かってると思うんですけど、手首がこのね、防接続になってます。なので、可動方向としてはこうですね。ここに、新しいやつだとここに関節ジョイントが1個入るんで、向きによってはこの方向ですね。まあちょっと向きとしては違いますが、この方向と向きを変えるとこの方向って動くんですけど、この棒状の手首っていうのはここに、関節が1個ね、ピンで入ってるだけなんで、どうしてもこの動きしかできない。ちょっとね、稼働としては残念な感じではありますね。はい。で、一応、こちらの方は腕ですね。腕を、ここの肩のところからね、引き出すことができるんですね。こうやって。はい。このように外に引き出すことによって、より、こうやってね、真上とか、この状態で、前面が、だいたいこっちのやつ、今、引き伸ばしてないですけど、こうですね。まっすぐ前ですね。これが中心部分よりも、こっちで言うと右側に寄せてる感じですね。こういうようなことができると。
だから両方とも引き出してあげて、こうやってやるとね、真ん中ら辺にこうやって手を持ってくることができるという感じなんです。ただし腕をねこう曲げてこうどうのってやった時に、もうちょっとっていう感じ、この合わせ方は多少できますけど、もうちょっとね、内側に手をこう合わせられるんだけど、こっち方向に行かないっていう感じ。どうしても手首のジョイントの可動の向きがこっち方向しかないんで、その辺がねちょっと残念なポイントかなという気もしますね。あと内側の方に戻してあげれば OK なんですけど、なぜかこっちだけ戻らない。そこまでね奥深く入らないんですよね。多分それは個体差でしょう。あと、このタイプね、この関節、肘関節ちょっと小型化されてるものに至っては、ここのね、手首をこう持つと、今、わかりますかね？今、こういう可動です。これを、肘関節ごと動いちゃうんで、この状態ですね。この状態なのに、上方向に間違って曲げたりすると、間違いなく破壊しちゃうんで、まあ、可動させるときにはちょっと注意必要ですよという感じです。で、次、ボディですね。ボディはここのスカートとこの胴のこの間、ここの部分で動くのではなく、ここですね、この肌色とこの紫色のここのところでこうやって動く感じですね。はい。で、スカートパーツ自体はこう軟質で、前面だけなんでね、前のところここの部分だけカットが入ってるんですね。一応足の最大がこれぐらいですね。で、前後こんな感じだから、あんまりそんなにね、足を思いっきり上げてポーズとかね、なんかそういうようなやつじゃないはずなので、そこまで大きく開かなくてもいいと思うんですけど、ちょっとね、ちょっと左右がちょっと厳しいかなっていう感じがしますね。あと前後、前後はいいか。前後は大丈夫ですね。だから片足ちょっと上げてみたいな感じにすることもできるよと。ただちょっとね、左右に開けないのがちょっと痛いかなっていう感じもしますね。特に下の方に引き出してどうのっていうギミックもなし。で、足自体はこんな感じ。足首が、従来と同じように動きますよという感じですね。はい。基本的な可動はこんな形となります。あとこの根元のところにね、関節入ってるんで、ここでちょっとロールさせることができる。それは変わらないです。一応こんな感じですね。基本的な可動としてはこういう形となります。ではですね、まず、付属のアームを使って、いつものようにつけていきたいと思います。で、今現在は見えてるかな？ギューッとひねると、お、ここだね。ここの部分。ここに穴あるんですね。ちょっと楕円になってるのは多分、劣化のせいでしょう。ここの部分に穴が開いてるんで、ここの部分に、はい、アームを用意して、ここにぶっ刺すよと。で、この状態だと髪の毛ちょっと当たっちゃうんで、これをやらないで、付属のね、角度変更用の感じですね。これをここに入れてあげた方がいいと思います。はい。最大で刺してもこれだけですね。結構出ますね。ズボッと奥まで入るかと思ったんですけど、これが限界みたいです。はい。で、一応こうすると、こうやってね、髪の毛に干渉せずに、台座にね、固定するっていうか、アームを接続することができると。で、こちらのアームは旧式なんで、こっち方向と反対側、こちらに、自由に曲げることができるという感じです。で、これをこの部分に差し込んで、あと関節っていうかね、角度調整を行って、ただね、これがね、逆の方がよく曲がるのか？そんなこともないと思うんですよね。これが限界かな。こんな感じですね。一応こうして、このところに差し込んで、よいしょと。はい。一応台座、ちょっと浮いてますけどね。こんな感じで取り付けてあげることができるという感じですね。この辺は基本的に一緒。で、この状態だと今こうなっててね、実際床つくってなると、こんな感じですよね。ちょっと不格好になりますね。こんな感じ。ここの変更ジョイントを抜いちゃえば多分入ると思うんですけど、今度は逆に髪の毛が干渉するというね。今床につくような感じだとこういう形になっちゃう。なのでこいつをギューッと足の間ですね、足の間にジョイントを入るようにして、でこいつをグッとひねってあげるとこういう状態にできる。このようにしてあげると地面の方にね足もちゃんとついてるし、
まあこんな感じでねぴったり収まってるような感じになります。ただ、こちらのやり方は結構前から言ってるんですけどね、足の間にこうやってアームが入っちゃうんで、どうしてもね足をまっすぐ閉じてもちょっと隙間空いちゃうという感じになります。なのでその時は片足上げたりとかね、なんかちょっとポーズ取ってあげると悪くはないやり方だと思います。これ他のフィグマにも使えます。気になる方はねちょっとやってみてもいいと思います。はい、次に、ここら辺のね表情パーツとかっていきたいと思うんですけど、ちょっとねこのまんまじゃなくてね、せっかく付属の D ステージがあるのでこちらに切り替えたいと思います。でこちらの D ステージ、これちょっとね見づらいと思うんですけど、これが一番ちっちゃい方の穴かな。付属のねピンがあるのでこれちょっと確認したいと思いますけど、これはでかい方だね。でこれがぴったりで、あこうですね。ということでこの白い部分、この白いやつがデカ穴ですね。で青いやつがちょうどぴったりに合うよねちっちゃい穴になります。はい、で D ステージの方の紹介の動画は、過去に作ってあるんで、ね、そちらをね見ていただくと分かると思うんですけど、この側面これ外すことができるんですね。こうやって4つ全部で D ステージの方だとこのような状態で入って、この耳パーツをこうつけるよと、これを耳パーツつけてあげることによって、このね隙間ここね変な感じになってる部分が、これをねつけることによってつるんとして一枚ものになります。でさらにこれを側面をキュッて引っ張ってあげるとこうちょっと隙間できるんですよね。でこのできた隙間のところに先ほどご紹介したねカバースキンっていう紙、それを乗っけて内側に折り込んであげて、これでロックすると、そうすると簡単にペロッと剥がれてこないようにするための、まあ押さえにもなってるやつですね。はい、で、先ほども言った通り付属のこちら、これをこれ1枚外してこの部分につけますよと。そしてこっち側にもう1枚別の D ステージをつけてあげると、その分だけね延長できると。でこれで止めてるんで簡単にポロッとね、まあそこまではねがっちりロックではないんですけど、そんなにねポロポロ外れるような状態にはならないという、接続用のものがあります。はい、一応今回はその連結は使わないんでこちらの方に戻しまして、で今こちらの地配につけてるこのアームですね、これちょっと外しましてベースの方からも取ると。はい、で使うのはこのアームだけなんで、こちらの中央部分、まあ、一番後ろでもいいんですけどね、一番後ろですかな、一番後ろのこの白ですね、白の部分にこう刺してあげて、あとアームの方をちょっと調整して、でチハヤの背中の穴の部分に、まあ、こう刺してあげるよと。はい、一応立たせると、まあ、こんな感じですよね。先ほどのベースではこうだったよね、なのではみ出てましたけど、このようにつけるとちゃんとねベースのやや中央付近ぐらいに立たせることができる、こんな感じになります。ただ、やっぱりね中間パーツこれ抜いてあげた方がもっとより真ん中の方に、ね、行くんでね、この辺はちょっと要調整ですね。で先ほど私がやった方法ももちろん使えるんで、ここの部分に伸ばしてあげるとやや後方になるのかな、まあそのような感じでね置くこともできるというふうになります。一応、ベースの方の取り付けと、D ステージですね、こちらの方への変更の紹介は終了したいと思います。ではこれから、付属品の方ですね、そちらをちょっとつけていったりとかしたいと思います。まずこちらですね、はい、ちはや本体、こちらの前髪これをピッと外して今ついてる顔を外しますと。はい、そして付属の表情パーツが一応2種ありまして、1個がこちら、まあ歌ってる熱唱ですがね、そしてもう一個がこちら、こういう表情パーツがあります。はい、一応こちらでしょうかな。でこちらの表情パーツをまあ今外した手順と逆ですね、そのままつけて前髪を戻す。はい、これでこういうふうに表情パーツ効果ができるというふうになります。で、あとね、手首ホルダーの方に、こうやって手首ホルダーの方にこれね、これ普通のグーと指差しとか平手があるんですけど、これですね、こちらの方の手首をちょっと外しまして、で今ついてる手の方、こちらをスポッと抜いてここの部分にそのまま差し込みます。はい、でこれで物を持つ状態ですね、まあ丸いものですけどを持たせることができるんで、付属のこちらマイクですね、このマイク、はい、これをまあ、そのままこうつけて、で、あと腕とかね、角度を調整してあげると、ち
ちょっと左手がね、そのままダラーンとしますけど、こんな感じで一応マイクで歌ってる状態みたいな感じにすることができるという感じです。まあこれは交換は基本的に簡単なんでね、簡単に行えるんで、まあ普通にできると思います。で、あと付属のね、透明なピン2個ですね。このピン2個、こちらのピン2個を使って、D ステージですね、 D ステージの方に、つけたいと思います。で、今ちょっとね適当につけますけど、つけれるのはこの青ですね。この青の部分、ここにしかつけられないで、こうやってね一応2個つけて、で先ほどのこの照明ですね、こちらの方をピュッと差し込んで、まあ、ちょっと上の方を照らしておくかなっていう。でこれちょっと近いんでね、ここにしよう。そしてこちらですね、これをこの底にある部分を刺して、こんな感じかな。今非常に適当ですけど、こんな感じで、まあ、置くことができる。なので他にね、もっとねこれから、次回ご紹介するやつ以降ね、残りのメンバーというかね、残りのやつらがバーッと出た時に、この D ステージがもっとね拡大が増えていけば、付属品が今回この2つなだけであって、もし他のやつが出てくると、今度はあの柱とかね、あのライブステージのあの格子状みたいな感じかなっていう、そういう鉄の柱みたいなやつがだんだんこう付属してきて、最終的にステージを何個か重ねて組んであげると、ステージセットになるよみたいな、そんな感じになってくれればなと思いますけど、今のところ2体で、一応最新のワールドホビーフェアみたいなね、なんかそういうのでは一応1体立体化のサンプルっていうかね、は1体出てるんで、それは決定したとしても3体ですよね。なのでちょっと望みがちょっと怪しいかなっていう感じもありますけど、やっぱりね、あのアイドルマスターといったらこのメンツがやっぱり全員揃った状態ちょっと見たいと思うんですよね。ただ衣装はこれかと、今更感はちょっとあるんですけど、それもねやっぱりちょっと 全メンバー揃った状態ちょっと見たいなって思うもあるんで、展開の方ね、引き続きよろしくお願いしますという感じでしょうか。はい、一応こんな感じですね。こんな感じで、フィグマの、キサラギチハヤの方の紹介終了したいと思います。で次回ですね、次回は、まあ、このシリーズと同シリーズというかね、の出てるやつをもう一体ご紹介していきたいと思います。はい、一応こんな感じです。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。Bye.